1日1札幌総合博物館に設置してある車両に乗ってみた、その2、ということで今回も前回同様展示されている車両を見て回りたいと思います。こちらは C-5550、蒸気機関車ですね。こちらも中に乗り込むことができます。数々あるバルブに弁にレバーにケーキ類と、もう重厚でメカメカしい感じで、もう完全にスチームパンクな世界ですね。これは結構グッとくるビジュアルです。ということで、総合博物館に設置してある車両に乗ってみた、その2をお送りいたしました。こちらですね、今回紹介したもの以外にも、ディーゼル車ですとかラッセル車といった珍しい車両が多数揃っておりますので、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。